メよパパ、やめて、お願いよパパ。ここは、お目覚めかい、お姫様。カーチス、悪い夢でも見てたのかい。相当うなされてたぜ。まあいい、これからはそんな夢を見なくて済むさ。カーチス、その手に持っているものはまさか。ご名答、一目見てわかるとは、さすがはジェニファー博士。なら、その効果も知っているな。やめてカーチス、あなたは、それでも人間なの？さてな。俺はある事件で、体の7割とかけがえのない大切なものを失った。あの時、人間としての心もどこかへ落としちまったのかもな。さあ、お休みの時間だ。悪いな、お姫様。悲鳴を。ジェニファーさんの声です。奥からみたいだね。よし、行くぞ。やれやれ、また人間どもか、懲りない奴らめ。ピロピロピロ、人間ではありません。生体反応 0.0。そうか、みんな気をつけろ。こいつらはカーチスが作った強化サイボーグ人間だ。強化サイボーグ人間。そうだ、カーチスはジェニファーにも匹敵する天才科学者なのだ。しかし、奴は正義の名のもとに人の道を踏み外した実験を行っているのだ。まさかさっきの悲鳴は。いかん、ジェニファーが改造されているかもしれん。ジェニファーが改造されている。こら、妙な想像を膨らますんじゃない。一刻も早くジェニファーを救出するのだ。
What?